プリとかですか。あ、合コンね。そんなわけないじゃないですか。え、マジっすか、アラフォーですか。うっそ。あ、すいません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 。なんか気持ちいいですね。ちょっと一個来たくて、うちの妹ホストにハマっちゃって、今日もなんか家出てたらしくて、ちょっと今僕張り込んでるんですけど、どうにかしてあいつを救い出したいなと、そこら辺の知恵を解釈したいなと思って。あ、ホスト行ったことない、はい、ですよね。周りでいないですか、ホスケオみたいな。いないですか。ちなみに今日はどういう、エッセイできた。なるほど。僕は妹のことでちょっと持ってかれてるんですけど、でもあいつのこと忘れたいなと思って、姉さんのこと考えたいなと今思ってきて。最近どうですか、恋の方は。マジですか。結構長くやられてるんですか。最近デビューしたみたいな。アプリとかですか。あ、合コンね。どうですか、なんか良さげな人見つかります。なかなか。どういうのを求めてるんですか。それなりに年収は見ますけどみたいな。なるほど。ちょっと僕も今話してて思ったんですけど、妹のこと考えてる場合じゃないなと。ちょっと婚活大作戦考えませんか。僕もちょっと最近やって始めて、はい、ちょっと仕事が忙しすぎて全然着手できなくて。あ、同じく。落ち着いたんですか。今僕は今感動しております。婚活の話ができるんじゃないかと思ってますので、エステ行ってきた帰りじゃないですか。リラックスした頭で婚活大作戦、今から30分、めちゃめちゃいい時間にしますので。そう、成功率が 10% 上がると思う。ちょっとそれやりませんか。30分で 10% ってだいぶだけど、軽くいきましょう。30分だけ。よっしゃ。いやー、やっぱエステ上がりのハイボールは格別ですよね。お仕事何されてるんですか。どういう業務やってるんですか。がっつり企画から。どういうお客さんが多いですか。アパレル多いですね。雑誌とかの企画とか多いですか。あ、イベントも。あ、はい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 。寝る日もあります。うん、ないの。仕事関係の出会いはないわけ。男性もいるはいるんですか。うん、僕も婚活しようと思って知り合いに相談したら、なんとなくやってても決まんないよみたいな感じで言われました。月にもう500人とかに会って、マジで1年全く仕事にならなかったっつって、それ聞いて、うわ、そんなんなんだと思って、うん、それぐらいの意気込みはありますか。あれ、あります。すごい、うん、でも仕事もあるから、時間諦んないみたいな。そうです。ちょっとこの年はちょっと緩めにするとかはできない。仕事とかもそんな抜けられるポジションじゃないみたいな。いや、まあ上の方来ちゃってるの。え、でもまだ14歳でしたっけ。14歳ぐらいですよね。でもまだまだ若いですよね。またまた。そんなわけないじゃないですか。え、マジっすか、アラフォーですか。うっそ。意味わかんない。アラフォーで14歳って、これアラフォーって、そのフォーは14のフォーですよね。アラフォーティーンでしょうね。4歳からそっちですよね、アラフォーって。あ、マジっすか、やば。周りのプレッシャーもあるんですか。その お母さんとかが、いや、そろそろあんた、アラサーの時には言ってきたけど、お母さんも諦めたみたいな。諦めたっていう。あんまプレッシャーかけてもいい結婚できないから。内心思ってんだろうな。彼氏とかはいたんですか。いつ頃ですか。結構遡る。ラストいつ。あ、3年前。あー、なるほど。社会人になってから何人ぐらい付き合いました。一回一回は長いんですか。仕事以外何するの。神社は願掛けに行くわけ。願掛けに行ったり、おみくじ引いたり。ああ、はい。
いはい。それは何の関係も結婚結婚みたいになってるの。今だったらそうですけど、うん、昔は別にそこまで婚活とかやってなかった。昔は何の関係したの。仕事もそうだし、仕事うまくいきました。ああ私も良い写真になります。なるほど、ざっくり。ちょっともう一杯ぐらい行かないですか。2軒目行くとあと 5% ぐらい上がると思うんですよ。結婚できる率がどんどん頭が整理されていき、私が求めていただくとはこれだみたいな、もうすぐ行くと見えてくると思うんですよ。もう結婚式場が見えるみたいな、1年後に。あ、ちなみに神社式であげるんですか。それはそこはそこまではこだわっていない。そんな風に右脳でイメージをしていくと達成率がまたぐんぐん伸びていくわけですよ。なんかうちちょっとタクシーで近いんですけど、猫いるんですよ。うん、猫飼ってんですよ。一杯飲みながら俺と猫がネズミで戦うとか、そういうショーを開催できるんですよ。そういう催し物が開かれるんです。20分後ぐらいに俺がこう傷だらけになっていく様、それを見ながら一杯やってると結婚式場がありありと盛り上がっていただければ。結婚した猫飼いたいでしょ。でしょ。それか子供かどっちかでしょ。子供いたら猫いらないかもしれないけど、まずは子供飼う練習で猫飼うじゃないですか。猫育てられないやつ子供育てられないので、それをまず練習としてやるといいと思うんですよ。じゃあちょっとタクシー捕まえますか。はい、はい、お願いします。一旦まっすぐ行ってもらっていいですか。はい、7万人突破しました。10万人いった暁にはとんでもないビッグプレゼントを準備してますんで、ぜひ皆さんチャンネル登録まだの人お願いします。あと今のうち LINE 登録もしておいてください。ありがとうございます。